ダーレン・マクギャビンは、アメリカ合衆国の俳優。本名、ウィリアム・ライル・リチャードソン。テレビドラマ、事験記者、コルチャックの主人公、カール・コルチャック役を演じたことで知られる。ワシントン州、スポケーン生まれ。両親が失踪し、10代を、ワシントン州タコマの倉庫街で過ごす。はじめは、コロンビア映画の舞台裏で、と倉庫として働き。 早くとして映画に出演するチャンスをつかむ。その後、ニューヨークに移って、テレビ制作に携わったり、自身で出演しながら、ネイバーフットプレイハウスや、アクターズスタジオで演技を学んだ。ブロードウェイの舞台にも立って、俳優としてのキャリアを積み、テレビドラマ、探偵マイクハマーや、事件記者コルチャックに主演したことで名声を馳せる。その後も、映画や、 テレビドラマへの出演を続けたが、2006年、ロサンゼルス地区の病院で死去した。私生活では、女優のメラニー・ヨークと結婚し、4人の子供を設ける。1969年に離婚し、同年に女優のキャシー・ブラウンと結婚したが、2003年に死別した。ありがとうございます。